やるとするか。やせか。ハリセンボンちょっと覚えたって言うの、そうやな。50も使うのか。結構いきますね。よし。行きましょう。ダッシュでつけたままだと。いやー、恐ろしい。我がのアルテマ。太鼓に作られて最高の力なり。俺は力で攻めにならず、よく攻めても消されるのは、ね、どういうあれなのって。なんかあなたどういうあれなの、教えてくれ。手裏剣。まだ手裏剣。覚えた技。何でもいい。何でもいいぞ。盗む。じゃあ、ロッカー盗むで。ストラングス、シャドウあたりがちょっとあれじゃねえか、エリクサー。もう盗めないんじゃねえか、なんか。ひえ。お、なかなかあれだね。暮らしてくんだ。ちょっと待って。もうこれ、ホワイトウィンドウやった方がいいんじゃねえか、ちょっと。危険極めんねん。ああ、なかなかあれだね。これはちょっと危ないんじゃねえか。普通になんかやったらどうなんの。おお、いい感じだね。テレテレ。何持ってないんじゃねえか。このままいっか、ちょっと。なんかリボン確か盗めんだよ、確かに。テレンテレレン。これでいきましょう。あとひたすらあれだよな。どうしてもラスペとか行くかで。意外とは魔法使ってこないな。なんか元が魔法使ってくれるイメージだったんだけど。どうだ。じわじわ行く？じわじわ行きますか、これ。テレテレ。結構消耗すんね。まあ、でもこんばん。なんだったらまあエリクサーとか全然使ってもいいと思うけど。これ体力どんぐらいなんだ。おお、危ない。非常に危なすぎる。もう何も見てないんだよ。何がどうなってるか全く見てない。俺はなんか魔法結構なんかあれだよな。イメージ的になんか魔法ガンガン使ってくるみたいな。とりあえず手裏剣になるな。体力こいつどんぐらいなんだ一体。毎ターン回復ぐらいがちょうどいいかもしれない。もしかしたら。いや、殴り強いね。で、まぁ、ちょっとやばくなったらまぁ、もうエリクサー使おう。ルンルルルン。一応な。おお、来た。これタイミング悪すぎんだろ。究極にタイミングあるね、これ。これまずいんじゃないか？やられたんじゃないか？おお、意外とそんなあれだな。もっとなんかすごいのがダメージくると思ったよ。テレテレンテン。こいつはいろいろやってきたらなんか、アルテマやってこないか、さすがに。ベーベー、この曲やっぱいいよな、なんか。いい曲だ。で、ひたすらラスピード。よくわかんねえな。謎の戦いなんだけど。しかもこいつはピンポイントなんかさ、うまいぐらいの狙ってくんだよ。あれ、これあれだよな。魔法剣効くな、その。魔法剣から。効くはずなんだな。まあ、俺がいろいろ勘違いしてる可能性もあるから。あ、これでスイートラムくればあれじゃなくて。使ってこなくなんじゃん。てててててててん。タイミングがあるやん。1263。って書くだろ。おい。これ一回構えるとなんかそういうあれなんだもしや。魔王剣がなんか解除されるんだ。そういう感じ。そういう感じかもしれない。俺。なんかよくわかんない戦い方。こいつあれ後半かな、後半がやばくなるみたいな、そういうあれかな。危ねえ。あー、そろそろじいさんやばいんじゃないか。もしや、やばいんじゃないかっていう、ちょっと。大体多分かじゃ。ここでケチともしょうがないと。てガンガン吸い取れるね。あー、ちょうどよかったですね。で、これ、うえー、そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。しかもこれちょうどよかったな。で、まあいいか。エーテルターボ。お食らってないとこいいね。食らってないので、まあ、とりあえず待機でいいか。おい。なんか割となんか安定してんな。なんかこれすごいのが強かった気がするんだけど。で、一回でも食らったみたいな。やっぱエーテルターボどんぐらいなんか隠したのか全然見てなかったな。もう全然なんかちょっと、いろんななんかこう、いろんなことをやってるせいで流れたな。よーし。来ましたね。そういうことだね。やっぱそういうことだね。待機してればいいんだ。そういうことだね。でかい、こう。これはいい、あれだろ。てれてん。さあ、頑張ってくれ。てれてん、なんか結構地味にあれだよな。この手裏剣も結構、おクエイクはまずいんじゃねえか。そろそろまずいんじゃねえか。もちろんこれ本気らしきたんじゃねえ。おお、大地の衣。やばい、ちょっと本気らしきたな。ちょっと本気を出してきた。それはまずいな、ちょっと。
こっからか、こっからが本番か、もしや。発狂者的ななんか、ちょっとやばいモードに入ったかもしれない。もうひたすら手裏剣でしょ。殴り。まあ、これだったらいけんべ。多分。舐めすぎか？舐めてるか？お！ガンガン来るね。ティリティリ。ちょっと完封したいけどな。できればちょっとこのまま行きたいけど。おい。なあ、マインドブラスター、まずいんじゃないそれ。ちょっとまずく、あ、一応使っとくわ。戻らせていいから。で、これどういうあれ？一回投げよう。エスナ的な？出た！そのわけのわからん。もうわけわからんね、これ。ちょっと待って、何がどうなってるこれ。何がどうなってるの、これまずくねえか？これまずいだろ。あれ、死の先行かかってんじゃん。このレベル少々。やばい、もうなんでこのタイミングで使ってくんだ、お前。こんなやら、やりやがったな、マジで。こうエリクサーだ、こうエリクサーだ、もう待機だ。エリクサー待機。これもうストラングさんやられたらマジで。まあ、それはそれで OK。まずいんじゃん、これ。もう絶対やばいでしょ。絶対やばいでしょ。バンドルどうしようもねえよな。やばい、やばい。もうどうすればいいんだ。俺どうすればいいんだ。待機。来るとどうせ、もういいよ。しょうがない。それはしょうがない。本当はここで洗ったんだよな。よし、これ、ここでエリクサー。ここでエリクサなんですよ。エリクサどこ行ったの？エリクサどこ行ったんだ？おお、エリクサおねえぞ。なんということ。ああ、でもむしろこれあれだったな。ここはもう完全にあれだった。ホワイトオイルで使うべきだった。さあ、非常にまずいことになりました。これはシャドウやられんじゃねえか、ちょっと。まずいか。やられたな。こう急にちょっとあれだな。ちょっと雲行きがちょっとだいぶ怪しくなってきた。グロビが本気らしきてんだよね。まずもうセリスがもうとんでもない状態になってるから。もう倒してくれ。倒してくれ。もうここまで来たら急にあるだな。あ、スピードなんか、お前もスピード使うの。いや、ちょっと、それはまずい、それはまずい。それはまずい。いろいろまずい。もうこの辺りちょっと頑張って。あなたがもう決めてくれ。お前が倒せ。お前がやるしかないんだ。お前がやるしかないんだ、これは。これはお前の物語だ。グラビがよ、ずっとグラビがやってくる。これはお前の物語だ。面白いぞ。それでいいんだ。それでいいんだ。どうすんだ、これ。これどうするみんな。せっかくなんかいい感じであれだったのに。あー、なんていうこと。なんということ。おい、これ倒せんのか、これ。これ倒せるのか。これもうリボンつけるべきだったな。あそこでもう全ておかしくなったろ。あそこで全ておかしくなった。急に強くなってるの、こいつは。なんでもうこれ完全にあれだろ、もう余裕ぶっこいった。あれだってもうどうしようもねえだろ。よしよしよし、ほいほい、よし、頑張ってくれ。わじゃないエクスポジャー。よし、まあこれでナイスとしか言いようがない。おお、いった。見たか、これがアルテマエコ必勝法だよ。とんでもねえ。これはとんでもない戦いだったな、ちょっと。なかなかあれだろ。一度、また行ってんの。もう肝心な時にあれなんだよな、あいつはな。まずペペロンチューノだろ、ほんとな。ベロベロにしてっか、あいつは、ほんとな。テレテンテロ。なんでエリクサ殴る？あれ、エリクサさっきの組？まあいいや。もう俺は知らん。俺は何も知らない。どこで返すんだっけ？150か、なかなかあれだな。1個使っちゃえ。いいよ。さあ行くぞ。待ってるね。でででで、いよいよって感じだな。ようやくここまで来ましたか。やってるね。よく来たな。ファファ。見よ、この三頭身よ。お前たちは何を考えてないんだろうな。突き落とすかも、こいつら。崖から大勢なんかもう来るってやつ、シーモアダンスしてないぞ。やめてください。ガストラさっきすげえ動きしたもんね。うわ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 だから、本当に完全に恐ろしいやつ。悪人はなんかみんななんかあれだ。もうやめてください。な、よく考えたら決めていったんだから。助けて。さあ、ここまでだけは特別だ。ガストラ窓抵抗を築くために結構前に新しい層を残すよ。
もうなんかこいつゲス野郎な感じなんか。その手で奴らを殺せば裏切ったこと許してやるよ。もう今のうちやっちゃえばいいんだ、そうなんか。その瞬間に。この剣を取れ、奴らを殺せ。またこうやってなんか選択のあれだなんか。さあ今回はどうなることやら。一緒に世界を幸せしようじゃないか。力と争うものならば存在しないのか。おーし、よくやった。不意打ちですよ。やりよったか。痛いで済むのかな。どういうやるのって。おお、発狂し始めた。発狂も入ったぞ。こいつは危険すぎんだろ。戦うために生まれてきた神たちを今その力を見せるときだ。しかも自分がなんか何やってるのかなんかあれだからな、分かってるってのはちょっと恐ろしいよね。錯乱状態、まあ、軽く錯乱状態もあると思うけど。復活させれば世界消える。それでは意味がない。おお、争いが始まっている。ガストラバーサス。もともと気狂ってんだろ。何をおっしゃってるんですか。サントジの力をやつらに見せてる時なのに。仕方ない結果、お前が役に立たない。慰めとしてお前が自ら目指した魔法で眠らせてやる。笑いながら眠るのがお前にとって一番お似合いじゃん。お、作動しないね。ガストラなんかいろいろ使うんだな。意外と実力あんのかな。全然なっそうに見えたけど。バカだ、なぜ魔法が打てぬ。立ち位置的なあれかな。フレアも使われてやばいな。ケフか、お前痛い。なぜだ。三都市の真ん中に立ってるからした。魔の力は三都市に吸い取られてしまうだ。狡猾だな。最初の獲物が大決でした。恐ろしいな。役立つ以下だからだ。恐怖が世界を覆うぞ。改めて見るとケフカなかなかすごいねこいつな。あー、落としたな。どぎついねこいつね。こいつ相当な悪人だぞ。やりましたね。力が暴走する。誰だ。お前は一体どういうことなのだろう。いや、これもどうにもならんだろう。でも、おお、戻したか。おお、いや、もうこれどうすんのこれ。いけ、世界守れ。
とどまらない。逃がしちゃう。持ってったな、シャドウのあいつな。脱出する。おー、マジかよ、もう勘弁してくれ。うわ、危ない危ない、ちょっと待って。うわ、敵が敵が。ノーで。これ逃げられないのか。逃げられない、逃げられない。そうですか。そうでありましたか。張り倒すしかないだろう。これつけなら、これつけなるに。よし。これ盗めてる場合じゃないだろう。倒して。結構こう、まずいぞ、ちょっと。時間がちょっと足りないんじゃないか、ちょっと。ちょっと盗むはまずいな、ちょっと装備を変えるの。装備を変えるまで。お前はちょっと余計な、しかも逃げらんないっていうのが最悪なれだよな、これ。ここでタイムラなんかあれが生きてくんじゃないの。こいつなんか いけないのか。よし、これで張り出してくれ。うおー、うっ、いた、俺は何をする。逃走。よし、帰れ。恐れおのろくん。よし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 。やばい、俺何しようしたっけ、何しようしたっけ、何かしようしましたっけ、なんだっけ。ああ、それ装備だ。ロックの装備変えないと。やばいぞ。これはまずいぞ。いや、ちょっとここまで来て、ここまで来たことによってあれだぞ。まずこいつ、余裕ぶつかまして。あ、またおめえが、またお前か、これ。よし、オッケー。あ、バニッシュいけんじゃねえか、バニッシュ。バニッシュからのあれでいけんだろ。それもありじゃん。これ、来ないのか。で、これでなんかあの、戻るじゃん。逃走しないの。おー、なるほど。そういう手がありますか。なるほど。いいんじゃないですか、これ。割とありなんじゃないの。これぞあれでしょ。いやー、世界がどんどん、ジールを置く波になんか、ノーで、またお前好きだな、お前。殴る。じゃ暴力系だから。割と暴力系っていうの。これでいいだろ。その、逃走でなんかあれもらえるからな。あ、ストップとかいけそうじゃないか。わかんないけど。ここでなんか役になってるから。謎のこの。帰れ。なんなんだ、こいつは。ああ、何もらえない。何もらえない。ああ、間違えた。こんなやんや。まずいぞ。ガンガン来るね。おお、ぶら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 。いや、こここそあれだ。タイマーのなんかあの、エリクサ。待って、待って、これ。これ時間間に合うこれ。クククッ、逃がさず、ふざけんな。帰ろ、お前。どこ行け。あー、すいません、ここ気が当たらない。お前、それはねえだろ。お、まずいぞ、これ。こいつは何なの、一体。自分がやられてもいいだろ。お前、何回やってんの、何回やってんの。ちょ、待って待って待って、それはそれはまずい、それはまずい。でも、もう2分しかねえじゃん。もう2分、てかもう2分ねえぞ。早く、ね、カウンターかしかも。カウンター、これどうにかならんか。うわ、ちょっと強いぞ。お、これ死ぬんじゃないか、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、ここに来て、ちょっと。最悪だ。こいつは最悪だ。待って。待って。それはまずい。それはまずいって。それはまずいって。それはまずい。ちょっとなんか、騎士回線の言ってあってないのか、ちょっと。1分しかない、1分しかない。なんだろ、こいつ。このわけなかんのやつ。どうにかしてくれ、どうにかしてくれ。うわぁ、こんなのが。よし、どうにかしてくれ。恐ろしい、なんか奇跡的ななんかあれを。死んだ。さあ、来たぞ。ふざけやがって、こいつな。逃がせよ。逃がしてくれたのか。どうしようもないんだよな。気合でいくしかないな、これ。これ、どうしようもなくないだって、なんか。一人でいけるか。いや、こいつな、こんな汚さだもんだな、なんか。もう時間も、でもこいつあれだな、もう覚えてる暇ない。お、めっちゃ効く。アイスブランド。アイスブランドだ。
セルダアイスグランドにあるとか蓄積されている、集約されている。逃げろ。よし、全てはよし、じゃあ待ちますか、やつを。大丈夫か、やつは来てくれんだろうか。もう待機してるから。さあもう頼むぞ。わーし、やってきたが、報酬をもらわないうちは死んでも死にきれないか。お前何なの言ってんだ。金にがめつかったりなんか、お前もなんかめちゃくちゃなやつだな。よし、経過どこ行った。お宝なんじゃない。お宝はあれか、でも取ったやつだな、多分な。あれな、破壊されまくってんね。うわー、おー、これえぐいよね、これね。カッパが、あー、なんていうこと。凄まじいな、この大陸穴が広がっていく感じが。ラボスじゃねえか、完全に。その日、世界は引き裂かれた。世界が崩壊してしまった。ピヤ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 、もうとんでもない展開だったな、本当は。ここまでなんかめちゃくちゃにされるのもなかなかないんじゃないの、と。お、指導おじさんだな。花が飾ってありますね。大勢ですよ。やっと目が覚めたか。どのくらい眠っていたの。1年助かるかと思っておった。1年ってやべえな。わしも疲れた。疲れちゃった。白が小さい無人島じゃよ。世界に潜まれた後、気づいたらこの島に倒れておった。島以外のことは何も。この島を残して全て沈没してしまったのかもしれん。世界は一歩一歩破滅に近づいている。身投げしおった。みんなも生きていないかも。ここで一緒に静かに暮らそう。おじい、大丈夫か。3日前寝込んでから何も食っとらん。
海岸の魚しかと。ああ。魚が、寝るのか、寝るとするのか。分かったよ。じゃあ俺もちょっと寝るとするかじゃ。